皆さん、おはようございます。上野貴子のハイク TV、今朝の一句をお届けいたします。今日は6月の16日え、木曜日なんですけれども、天気予報の方はね、今のところ曇りと出ております。まあ、小雨がぱらつくかもしれないようなお天気のようですね。まあ、雨ね、ひどくならないといいなと思いますけれども、それでは今朝の 芭蕉は生涯に千句余りの句を残したと言われておりますけれどもその中から毎朝1句ずつご紹介していきたいと思いますそれでは今朝の1句「芭蕉」180番目の句です「桐しぐれ」 富士を見ぬ日ぞおもしろき。1684年松尾芭蕉41歳の時の句です。それでは解説してみますね。 霧がかかってしまってしぐれている。こんな日は富士山は見えないのだけれども、これもまた珍しく趣があって面白いものだ。と、このように場所は読んでいるのではないかなと思います。それでは、 今日のこの一句もう少しね細かく中身を見てみましょうまず俳句のリズムなんですけれども五七五十七文字十七音ではまずですね上五きりしぐれということで五文字で収まってまず上五始まっておりますそして中七ふじ、富士を見ぬひ、ぞ と中七七文字そして最後下五おもしろきということで今日の句は五七五俳句十七文字十七音にきっちりと収まっているリズムの整った句ということになっておりますねそれではさらに内容なんですがまず俳句ですので季語これは霧しぐれと始まってます 霧というのが秋の季語なんですね。しぐれだけだともう冬になってしまうんですが、霧しぐれと言っているところから、えー、秋であろうと思われます。そして霧がかかってしまってしぐれている降ったりやんだり雨が降ったりやんだりしてはっきりしないで雲がかっているような霧が出ている。そして富士を見ぬ日ぞ。 という,ふうに中七が来ておりますから富士山が見えない日であるよということを中七で歌っておりますね。まあ、昔は江戸時代、えー、ま場所は深川辺りの宗湾に住んでいるんですがどこからでも富士山が見えたと言われておりますね。今でも 東京でもね、この辺でもちょっと高いところに行けばえ、富士山見えるんですけれどもね。まあ昔は江戸でもどこからでもよく見えた。だけどこの日は霧がかかっていて、しぐれのように雲がかかっていて、いつもよりも今日はなんだか富士山が見えない日だなぁと、見えない日であるぞ、というふうに、まあ 歌ってるんですね。まあ驚いたようなそういう表現のニュアンスもあるかなと思います。そして最後に面白きと締めてますからよほどこんな時は珍しいということですね。ですので面白いように、えー、富士山が全くね意外で、えー、こんな日もあるんだなぁと思わせるように、えー 霧が,霧がこうしぐれていって、えー、なんかね煙に富士山が煙に巻かれたように見えないねとこんな日もあるんですねと今日は富士山が見えません、えー、霧がかかっていつもより霧の木といってもまるでしぐれているかのように今日はまるで面白いように 霧が出て,いて「いていやこんな日は富士山が全く見えませんよ」と「このような日もあるんですね」というような、えー、秋が深まって霧しぐれでこう煙に巻かれたように富士山が見えないこんな秋の日もあるんですね面白いようですねというそんなようなこう珍しい、えー、富士山が 見えない、霧がかったしぐれのような秋の切ない日を読んでいるのではないかなと思います。そして、この句にはね、前書きがどうやらあったようなんですね。そして、そこにはですね、咳こゆる日は雨降りて山、皆、雲に隠れたり、 という、このような前書きが、えー、添えてあるということなんです。ですから、えーま、富士山がこの日は見えないと言っているんですが、えー、前書きのように関を越えようとしているんだけれども、この日は雨が降ってきてしまって、 はっきりしないお天気で富士山が雲に隠れているだけではなくてその周りの山々も連ねている箱根の山々も雲に隠れてしまってさーっと雲が出て霧に隠れていますとしぐれのようなあの霧雨のような雲がかって いてまるで雲の中に面白いように隠れているかのようですねっていうようなそんなようなニュアンスに、えー、この前書きでねさらに幅広く取れるのかなと思いますまく、あ、だけではその富士が見えないということですから江戸のね、えー、場所案から読んでいるとも読み取れるんですねですけれどもそこにここに前書きがね 添えられてあり、えー、関こゆる日は雨降りて山皆雲に隠れたりという関子こゆる日はというような前書きがついているというところからこれは江戸の草案のことではなくて箱根の方の、えー、峠に向かって 席を越えようとして場所はちょっと旅に出たのであろうと、まあ、あの関東から箱根あたりですからちょっと旅に出たそしてえ雨が降ってきてしまっていつになくもうさーっと雲が来て霧雨のようなしぐれのような 雲の中に入ってしまい、周りの箱根の山々もすべて見えないですね。こんなに、えー、霧しぐれのような富士も見えない、えー。こんな日は珍しいですよ。面白いですね。こんな日に出くわしてと。そんなような。 ニュアンスで書かれているのであろうという、ちょっとしたね、この前書きのあるかないかで、えー、この句の読み取り方がね、また少し変わってくるのではないかなと思いますが、えー、関こゆる日と書いてあります。ですから、富士見えぬ日ぞ、というこの中七ですね、は、えー 遠くからの富士を見ているのではなくて、席を越えようとして箱根の山に登ってるんだけれども、それにも増して、えー、山々がまた富士も見えない。まるで雲の中に入ってしまったようだと。いうようなことを、えー、秋の切ない、えー 関所越えのようなねそのようなことを書かれているのかなというふうにまた句の意味がねぐっと幅が出て、えー、眺めている富士ではなくて、えー、この石にね箱根のね山を登っているのかなというふうに、えー、読み取れる前書きが添えてある句ということになります。それでは今朝の 場所180番目の句を最後にもう一度ご紹介したいと思います霧しぐれ富士を見ぬ日ぞ面白き霧しぐれ富士を見ぬ日ぞ面白き 1684年、松尾芭蕉41歳の時の句です。それでは今朝の一句、今日はこの辺で、また明日バイバーイさよなら